今日はこちらのポカドッツの可愛いリボンの作り方紹介をしていきたいと思います。では今日も早速始めていきます。必要となるものは、このライターとヘアクリップ、アリゲータークリップって言います。こちらはそのアリゲータークリップにつく、長いもので13センチぐらいになります。でこっちは10センチ、であと好きなねリボン2つ、用意してください。でこのリボンなんですけれども、この作り方もし興味がある方、は下に貼っておきます。であとグルーバンが必要になります。では早速始めましょう。2つのリボンのを、今日はこのようにつなげていきます。こういうふうに、ね、なのでこちらにまずグルーをちょっとつけて、これを一緒に貼ります。こういう風にこれかな。こんなにいいかな。こういう感じで、で簡単にくっつけます。そしてこの後はこのクリップを簡単に作っていきます。そしてスポーツサイドを、両方のサイドをヒートシールしていきます。あとはで、これをこっちにこうやってつけていきます。あとはこれを巻いていきます。こういうふうにね、ところはヒートシールします。おっ、危なかったな。ヒートシールしたところをこれで止めていきます。
で、完成、出来上がり。そして最後は、形を整えるためにヘアスプレーで、ヘアスプレーをしていきます。こうすることによって白い生地がコーティングされて汚れがねつきにくくなるし、あとヘアスプレーでねきちんと固くずれしないようになります。1回大体まあ1日置いて乾かして、でまた2日目にしてあげれば、もう固くなってちょうどいい感じになると思います。ということで今日もリリアオキでした。見てくれてありがとう。